では、フランスの建築家、都市計画家。1952年にエコールナシオナルスユペリュールで、ボザールにて、学位取得後、1958年11月に、ジャンルのージェラール・テュルノエ、そしてジャンル・イベレと共に設立した、共同組合的工房においてまず活動する。同工房はアトリエド・モンルージュの名で知られ、その仕事の質の高さが1981年に、 国民建築大賞によって称えられる。1979年以降、独立した経歴を歩んだ。並行して、国立土木学校において、都市構成論の講義を担当した。彼の仕事は、公共建築を多く含む、30余りの病院、図書館あるいは教育施設。彼の実現された作品群は、立地、プログラム、利用者の福利構成、そして、 都市構成に向けられた配慮によって際立っている。これらのプロジェクトの傍ら、都市計画家としての活動も続け、イッポダモス93におけるプレーヌサンドにのような大掛かりなスタディにしばしば没頭した。マルチメディア図書館、リモージュ。ありがとうございます。